の半分も使えてねえからな。 3VF のメリットがメイクポイントになって足を引っ張り上がる。こっちの手の内は1本目で丸裸だ。小手先の駆け引きは通用しない。行ける時はガンガン攻めるぜ。ついていけないのは分かってる。だけど少しでも長くこの2000の走りを見せてもらうぜ。計算できない能力、 100% 勝てると思っていた作戦の土台をぐらつかせてやがるぜ。わかる。前のボディ全体から伝わってくる濡れたレールに食いついた車輪が滑り出すギリギリの感触が手に取るようにわかる。絶対捕まえる。カウンターアタックを仕掛けるチャンスは1回か。詰められてる。こっちだって頼りないグリップを探りながら目いっぱいやってる。これ以上はいけない。怖えんだよ。理屈じゃない、これは本能だ。いっぱいいっぱいの停止信号が出てやがるぜ。一つ不安なことがありますよ。エンペラーの須藤といえば、多分真っ先に思い浮かぶのはカウンターアタックだと思うんですよ。藤原が混乱した頭でどういう判断をしているか心配ですよ。カウンターアタックは外れですからね。ふざけんなって言ってんだろうが。うっげー、なんだそれ、逆ドリフト。その通り、カウンターアタックは仕掛けても 100% 失敗する。やっぱ自分よかコーナー早い相手にカウンターは無理か。いや、そんなわけない。一回失敗したくらいで諦めんな。次が最後のチャンス。凌介さんができると言うんなら絶対できるはずだ。
あいつには怖さってもんがないのか。これだけ近いと水煙みりの煙幕が視界を遮る。ただでさえ醜い夜の雨に加えて、俺の吹き上げた水煙みりで視界は絶望的に効かないはずなのに。疲れた。化け物かよてめえは。逃がすもんか。カウンターアタックを仕掛けるチャンスまで絶対離されない。開いた視界をものともしない藤原のプッシュ。合同軸の第2ラウンドでブラインドアタックと同じ性質なんだ。目から入ってくる情報が不足していても頭の中に浮かべるイメージでそれを補うことができる。藤原はこの能力が突出して高いんだ。コーナーのアーク限界スピードを瞬時に見極め目印のないレールに全てはイメージなんだ。それこそが藤原の天才的なテクニックを支えている原点かもしれない。バカ野郎、突っ込みすぎだ。トンネルの中はきつい左だ。どうすか、どう。何がなんだかわかんねえけど、すげえラッキー。けど今のミスでまた少し離された。やっぱりカウンターはダメだ。通用しない。カウンターアタックじゃないとしたら凌介さんは。くっ、この先の平坦なストレートが俺にとっての最大の泣きどころなんだ。意地でもここで抜かれるわけにはいかねえ。ダメだ、マジわかんない。カウンターじゃないとすれば一体どうすれば。こっちだって仲間うちの対面ってもんがあるんだ。絶対に俺の前には出させねえぞ。何が何でも先に地下区間に飛び込んでこのまま逃げ切ってみせる。もう時間ない。考えてる暇ない。わかんねえで行くしかない。仕掛けても 100% 失敗する。やっぱ自分よかコーナー早い相手にカウンターは無理か。いや、そんなわけない。一回失敗したくらいで諦めんな。次が最後のチャンス。凌介さんができると言うんなら絶対できるはずだ。あいつには怖さってもんがないのか。これだけ近いと水煙みりの煙幕が視界を遮る。ただでさえ醜い夜の雨に加えて俺の吹き上げた水煙みりで視界は絶望的に効かないはずなのに。バカ野郎、突っ込みすぎだ。トンネルの中はきつい左だ。どうすか、どう。何が何だかわかんねえけど、すげえラッキー。今のミスでまた少し離された。やっぱりカウンターはダメだ。通用しない。カウンターアタックじゃないとしたら凌介さんは。くっ、
この先の平坦なストレートが俺にとっての最大の泣きどころなんだ。意地でもここで抜かれるわけにはいかねえ。くっそ、ダメだ、マジわかんない。カウンターじゃないとすれば一体どうすれば。こっちだって仲間内の対面ってもんがあるんだ。絶対に俺の前には出させねえぞ。何が何でも先に近くかに飛び込んでこのまま逃げ切ってみせる。